ちは、みゆです。大変お待たせしました。念願のルックブックを撮影したので見ていただけると嬉しいです。でファッション系のチャンネルではないのでポーズの取り方とか下手くそなんですけど、可愛いお洋服がちゃんと伝わればいいな感じのスタンスで進めていくのでよろしくお願いします。コーデ目はベージュでちょっと大人っぽくまとめてみました。最近ずっと履いてる人気のウーフォスのサンダルにこのポシェのセレクトした可愛いミニバッグ、はい、それも合わせて、で去年買ったコスの白シャツワンピ、これすごい着回し効くのでよく着てます。であとタンプレで買ったルイベのバケハに、ちょ見えてないんですけどアメリのこれもセールで買ったシースルーのボトムスを履いて、はい、大人の夏コーデみたいな感じにしてみました。Happy Raps. 2つ目のコーデはこんな感じです。1本前の Vlog で着てたコーデなんですけど、ここ最近で一番好きなスタイリングです。メゾンスペシャルのベストがすんごい可愛くて、ちょっと高くて買うの悩んだアイテムだったんですけど買って正解でした。後ろがメッシュになってるのとポケットとベルトのところも突き外しができて着回しも抜群で、もう本当にお気に入りです。でバッグはよく使ってるビームスのコロンとしたもので、これもずっと被ってるビームスのバケハです。はい、でスカートがザ・ショップ TK の伸縮性のあるちょっとポコポコした生地のロングスカートです。これも体のラインを綺麗に見せてくれるのでお気に入りです。3つ目のコーデはカジュアルにちょっと大学生っぽいコーデになりました。なんか踊ってたんですけど爆音の中ルックブックを撮ってます。そしてピンクのコンバースを履いて、これちょっと前に買いました。で最近購入したディッキーズのチノパンは私はジャストサイズを購入してスッキリ履いてます。こちらもポシェのセレクトしたバッグなんですけど、ショルダーの部分が太いのでコーデのアクセントになってめっちゃいいです。で T シャツはザラのセールで購入したピッピっていう映画のプリントされたもので、キャップはポロのブラウンを買ってます。はい、こんな感じです。4体目は大人ミンズライク風にしてみました。ボトムスはベストと同じブランドで、前外してちょっと膝見せる感じでもいけるし、前外しでハーフパンツとしても履ける、すんごい万能でスタイルもよく見えるお気に入りボトムスです。スニーカーはじゃーん、ナイキと堺のコラボのものですね。はい、本当お気に入りです。そしてバッグはコスのレザーのショルダーバッグなんですけど、これもショルダー部分が太めで、もう私のタイプのカバンが分かりますね。はい、トップスは UT で790円の時に3つ今年も買いました。でキャップがシュプリームでデニム生地になってます。はい、こんな感じ。はい、5体目はチョックラそこまでコーデです。はい、ラフな感じで、はい、またなんか踊ってますけど、お気に入りのサモエドのヴィンテージ風のデニムにアディダスのタバコを合わせてヴィンテージ風にしてみたんですけど、デニムも本当可愛くてお気に入りです。でベンジャミンの T シャツを合わせてみました。はい、そしてキャップがポシェのものなんですけど、つばが広めで紫外線カットも小顔効果もできて本当に可愛いです。これめっちゃおすすめです。
6体目のコーデはこんな感じです。もうザ私みたいなコーデなんですけど、めちゃめちゃ、はい、気に入ってます。ちょっとアフレコ疲れてきたんですけど、まず最近買ったクラックスのワラビーのブラックを履いてます。で、去年からずっと履いてるビームスのレザーのハーフパンツにポシェのセレクトした後ろがパッカーンって開いてるシャツ、そしてこちらも大人気のショルダーバッグ合わせで、オールブラックでも、オールブラックじゃない、モノトーンコーデでも可愛いです。でも今回はこのユニクロ U の爽やかな色味の方で、ちょっとレザーとスウェードを使っちゃってるので爽やかな方にして、またビームスのバケハをかぶって、あ、ワラビー履いてないのでシール付き場なんですけど、こんな感じです。ラストです。ラストはピクニックコーデにしてみました。でも白 T とか合わせちゃうとちょっとカジュアルになりすぎるので、シースルーのシャツ合わせて大人っぽいコーデにしてみました。小物も全て色味を合わせて、ローリーズファームのお気に入りの楽なサンダルに、これはピクニック用なんですけど、中が保冷できるようになってる万能アイテムで、またロイベのバケハかぶって、ザラのオーバーオール、これはちょっと赤みも入ったブラウンのオーバーオールなんですけど、生地がちょっと固めでお気に入りのアイテムです。はい、7コーデ全て終了しました。私の夏のルックブックはこんな感じになります。最後まで見てくださりありがとうございました。やっぱりタワレコじゃない、アフレコ向いてないので、また秋か冬するときは違った形でお届けできたらなと思います。